他方等昭満院は、大阪市天皇寺区にある和州の寺院。三号は、荒れ亮山。本尊は、愛禅明王で、愛禅堂とも呼ばれる。四天皇寺別院。西国愛禅十七霊場第一番札所。聖徳太司令席。第二十九番札所。新言密教昭満流根本道場。他方等は、大阪市内最古の木造建造物である。自伝によれば、 この寺は、聖徳太子が開いた四天王寺にある京殿院、聖薬院、両病院、秘伝院のうちの聖薬院に始まると伝えられる。この聖薬院の本堂に、昭満夫人の像が祀られており、また、聖徳太子が昭満行を講ぜられていたことから聖薬院は、昭満院とも呼ばれるようになっていった。そして、平安時代以降は、近藤の本尊として、愛禅明王が祀られるようになると、 正万院は、愛禅堂とも呼ばれるようになった。鎌倉時代には、鎌倉幕府五大執権、北条時頼から治療を寄進されたという、元気元年から天正8年まで戦われた、織田信長と大阪本願寺による、石山合戦によって、仮覧が消失するが、慶長2年に、豊臣秀吉により、仮覧が復興され、多方島が再建される。多方島は、 大阪市内最古の木造建造物である。慶長20年の大阪夏の陣によって、再び戦火に遭うが、現在4年に、江戸幕府将軍、徳川秀忠によって近藤が再建される。太平洋戦争中の1945年3月13日14日に、行われた第一回大阪大空襲によって、東院西側の大江神社や東側の四天王寺が、ほぼ全焼してしまう被害を受けたが、 当院は、無事被害を免れた。6月30日から7月2日にかけて、正万愛前会が行われる。愛前祭りは、大阪の三大夏祭りの一つとして知られる。本尊の会長や、縁起物の、花守りの授与などが行われる。例年、約20万人の参拝客で賑わう。大阪の夏祭りの皮切りともいえ、大阪の風物詩の一つでもある。2018年は、 愛禅祭りの規模が縮小された。本尊の会長、需要品の需要など、寺院内で行う宗教行事については例年通りであったが、露店の出店、愛禅娘の募集、吠えかごの行列などは中止された。証満員の今回の措置は宗教行事である祭りを開催する趣旨を再確認するためであるとのことであった。また、以前から騒音、若者のバイクの暴走、 違法中輪、ゴミのポイ捨て、立ち証弁を行うなどの迷惑行為があり、近隣住民から、商満委員へ苦情が相次ぎ、これ以上、主催者側では対応できないと判断した。今後の愛禅祭りについては、商満委員が近隣住民など、関係者と話し合いを重ねて、愛禅娘の募集、露天の出店、吠えかごの行列などの途絶えた、行事、催し物、 監修を復活させるかの可否を決める予定である。年中行事時点 P1958 年5月23日、初版発行にし、各遺症教編東京堂出版。ありがとうございます。